川崎病、川崎病、川崎病は、主に乳幼児がかかる全身の血管炎症候群のこと。主として、中型の血管が全身で炎症を起こすことで、発熱、発疹、冠動脈病変など様々な症状を引き起こす。小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群とも言われるが、世界的に川崎病と呼ばれるのが一般的である。 1961年に日本赤十字社の小2回、川崎富作が患者を発見し、1967年に報告して命名されたものであり、かつての川崎市海岸部の工業地帯の郊外、川崎郊外が引き起こす疾病という意味ではい、岡山県の川崎以下大学とも無関係である。日本をはじめとするアジア諸国に多く、欧米では少ない。 男女比は1.3から1.5、1で、やや男児に多い。発症年齢は4歳以下が80%以上を、占め、特に6ヶ月から1歳に多い。罹患患者の2から3%に再発がある。伝染性の病気ではないが、1から2%が兄弟で発症する。冠無動脈計8ミリメートル以上、通常2ミリメートル以下が約、約0.5%発生し、死亡率は、 約0.05%程度。年齢により症状は異なる。日本では、1980年代後半から90年代において、年間およそ6000人が発症している。1999年は、約7000人、2000年には8000人と増加傾向にある。日本では1982年に1万6000人、1986年に1万3000人の、 流行があった。2000年以降も患者の発生は続き、2004年には患者数1万人を超え、2008年の患者数は1万1756人が報告されている。また、2008年は10万人あたりの罹患率も上昇傾向で218.6人と史上最高を記録している。 今のところはっきりとした原因は特定されていないが、夏と冬に多く地域流行性があることから何らかの感染が引き金となって起こる可能性が示唆されている。以上のような感染等の何らかのきっかけにより、全身の血管、中小動脈への自己免疫が誘発される。病理組織上は血管兵器に高中球やマクルファージ、リンパ球を認める。 これら炎症細胞が血管壁を破壊することにより、冠無動脈の拡張、シシマったの不腫が引き起こされると考えられている。初期は、急性熱性疾患、急性期として、全身の血管壁に炎症が起き、多くは1から2週間で症状が収まるが、1ヶ月程度に長引くこともあり、炎症が強いときは、脇や足の付け根の血管に、こぶができる場合もある 心臓の血管での炎症により、冠無理動脈の基部近くと、左冠動脈の左前下行枝と左回線枝の分岐付近に、コブができやすい。急性期の血管炎による、コブの半数は2年以内に、退縮、リグレッションするが、冠無理動脈瘤などの後遺症を残すことがある。主要症状は、以下の6つである。以上6つの主要症状のうち5つ以上を満たす。 物を本性と診断するが、5つに満たない、非典型例も多い。発熱、発赤、リンパ節主張などは、乳幼児期のウイルス感染症でもごく一般的に認める症状であり、確定診断には困難を伴う。主要症状には含まれていないが、感染様皮心、麻痺性イレウス、低アルブミン血症、b c g 接種部位の発赤。 カサブタ川形成などは留意すべき所見とされる。川崎病治療の目的は、急性期の炎症反応を可能な限り早期に収束させることで、冠無動脈瘤の形成を予防することである。初期治療としては、免疫グロブリンとプレドニゾロンアスピリンを併用され、この併用療法により48時間以内に、減熱しない、または2週間以内に再燃が見られる場合を、 不応例とする。不応例には、免疫グロブリンとシクロスポリンあるいはインフリキシマブの併用投与を行う、ステロイドパルス療法が有用な例も報告されている。また、肝動脈が拡張をきたしていないか、新エコーによりフォローする必要がある。冠動脈病変が後発する、第10秒日で行い、異常が認められない場合には発病後6週で再検する。実際は、 各施設により、新エコーを行う時期は、まちまちと思われる。感動脈病変が認められない場合、その時点でアスピリンを中止する。5日以上持続する発熱が、診断基準の一つとなっているものの、他の診断項目から、明らかに、川崎病と医師によって診断される場合には、発熱5日まで、治療開始を待つ必要はない。遅くとも、 発症7日以内に治療開始することが望ましいとされる。肝動脈障害がない場合も成人後の遠隔期での心疾患リスクのコントロールに留意する必要がある。発症から1から3週間後ぐらいに10から20%の頻度で肝無理動脈に動脈瘤が認められ、稀に心筋梗塞により突然死に至ることがある。肝無理動脈瘤の約半数は 一から二年程度で退縮、リグレッションするが、残りの半数は退縮せず残る。冠無動脈障害が治った場合でも、冠無動脈の状態は成長とともに変化し、心臓障害のリスクが高くなる。したがって、定期的な検査が必要になる。巨大なコブを発生した患者では、15年で約70%は、冠無動脈に狭窄や閉塞が見つかるが、 60%程度は無症状で無症候性心筋梗塞と呼ばれる。免疫グロブリン状治療法によって肝動脈瘤の頻度が低下していることが明らかになっている。一方、依然として巨大肝状動脈瘤の頻度には大きな変化がなく、いまだにより有効な治療法に向けて研究が進められている。肝動脈障害、強作により、 血行が十分に確保されない、心筋拒血場合は、血行再建術、外科手術により治療を行う。具体的には、カテーテルによる経費的冠動脈形成術と冠動脈、バイパ術で、発症後2年以内に行うと治療効果が高い。一方、発症から十数年経過し、血管壁が厚く血管内部で石灰化している場合は、ロータブレーターにより、 内壁を削る。しかし、カテーテルやロータブレーターで、治療では再び狭窄が進行することがある。根元治療は冠無理動脈バイパス手術で、心臓への血行が回復すると運動制限は、なくなる。心筋拒血がない場合は運動制限を行う、必要はない。発見者である、川崎富作、川崎と美作、1925年2月7日体は医師。 東京、浅草出身の医学博士。専門は、小児科臨床。1948年に、千葉医科大学臨時附属医学専門部、現千葉大学医学部を卒業。日本赤十字社医療センター勤務中の1961年1月に、この疾患に遭遇した。翌年、気象高熱性落雪症候群の名前で、千葉県小児科学会で報告。 さらに事件50例をまとめた論文を雑誌アレルギーに発表し注目を浴びた。最初は単純な疾患と考えられたが、病理学的に感情動脈に動脈瘤が見られ、死亡例も多かったので、川崎病、川崎リジーズが定着した。1990年に日赤医療センターを定年退職。川崎病に関する情報を収集。 発信する日本川崎病研究センター理事長。東京都台東区に川崎と美作小児科診療室を開く。久留米大学客員教授。1991年、第81回日本学士院賞。2006年、第1回日本賞に科学会賞を受賞。2013年に小児科外来位を引退。理由は90歳近くなり、足腰に、 衰えが出てきたためという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。